さあ、硬気味な空中戦で立ち見さなるが、先ほどからちょっと入れ込みを恐れて、コンボがもてなしがある。まあ、しょうがないね。上手い人ほど入れ込まないって言いますからね。言わないか。ジャインドとして、裏、2B はスカートか。コーフ、派生に合わすつもりだが、センサー、カウンター、これはあかん。さあ、体力は手前並んで、バーストはお互い使ってるが、アルカナ的に考えて、花が有利。さあ、先のレンジだったら、足のゴマ先生じゃなくて、シグナムちゃんだが、裏、これは見えるはずがない。しかし、見えなかったのは足のゴマ同じで、天才、天才じゃない。いやー、空中戦で負けてしまった。おい、ゴヨさんはうざいってよ。白駒先生のスタンド？いいんだよ。勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。さあ、ゴヨさんはスタートボタンを押して。決定戦ですね。一匹側、決定戦じゃねえや。言い過ぎた。言い過ぎた。悪い。対象戦、一匹側、始末り、二匹側、まともに対戦するのは今日が初めて。桜一号。熱い、熱い。結局闇だよ。闇しか選ばないよ。いてー。さあ、まず西火災から 2B カウンターからしっかりコルブに繋いでくる。パックンチョゲージがないのでエクスカリバーにはいけなかった。やりたがりコン。さあ、おしゃれ。さあ、ささらし大丈夫。このここでね、はあの何、メンタルを揺らされなければ勝てる。揺らされてくれてる。鏡が変わる。さあ、代名詞出て。はは、は届いてない。さあ、見えない。踊るほど見えない。サタラシが怖い。点差が怖い。ゲージがないが、足元がうるせえ。一本取っていく。桜一号ジャイアン下がって、そっからコンボ。とりあえずテクタッチ A6 とかやるとテクく感じる。それほどでもない。さあ、完全に表表、何出したの今。完全に体力並んで、マルトルの設置から鏡を張ってクヌギを出す。黄金連携、新しい 6B きっとダウン狙い。さあ、できるか。ウルマループしっかりして、あんまり意味がない感じのエクリプス見えねえ。今完全に半角だったが、ガワキャンからのあれなんだっけ、鍵好き。いてー、剣にも神経が通っているフィオナちゃん。さあ、1ラウンド目ミスった。バーストもあっという間で回復して、シマツリーの兜割りで鏡完全に表。 3B が出ないで B コーフ、ほろび出して完全に表。あー、シマツリーの表たく強いわ。ストレートでちょっとね、開幕のバーストが多く吹きましたね。ストレートで取ったのは一応右ゴマ、シマツリーペア。まあ、ここでシマツリー下してもね、ゴマ様に勝てるかと言ったら怪しいもんね。うん、さあ、じゃあ行きましょう。1回戦2回戦ですね。残り7試合。過去尊敬ポンさん、院長ブレインデッド。まだやってる、まだやってる。さあ、いいチームですね。先にどっちが出ますか。いいチームですね。 2P 側、 2P 側院長こと、いや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 、勝てるでしょ、フリーダム君。
ダムスはね、オープロを虫にしましたからね、昨日。まあね、同キャラあるのはリスクが高いですからね。一歩側、加工を尊敬するもの。大の時期だ。キャラランクは2位。どうしたの、エントリーするときに尊敬っていう感じが書けなかった。軽いっていう字書いちゃう。さあ、2P が出てくるのは、昨日の金デジャでは、あの大道寺プロを虫に変えたという、院長。一般的に言うと、理事会有利とか言われてるこの組み合わせ。院長、まず、総裁を見越して、投げて、画面足は拒否していくスタイル。まあ、画面をたくさん使いたいですからね。下手に画面端に固執するのもバカだろ。受け身狩りはスカルガ。ジャインが当たって 1,2,3 ゲージを見てしっかり落とす。立ち火をガードして、猫魂もガード、西もガード、完璧だ。総裁 2B はスカルガ表、しっかり見えてる。アドガで離していく。危ね、危なかったが、結局ワンコーンをもらってしまったのは委員長。さあ、イグルプ縮め、レバーが手放して知っている系。うん、何が次、好きな方でいいんじゃないですか、別にどっちも変わんねえし。まあ、これ終わったらかな、呼び出し一応進行だって。あと全部何試合だと、何試合と思ってるんですか。7試合しかないですよ。30分で終わるよ、30分で1枠で終わるよ。フリーダム君のすごいジャインからフリップは温存して、フリップは使って急降下して降りていく。竜巻設置の見えない、バレてしっかり B バンカーに見えたが、2位がおもむろになって西締めはできないが、さあ読み合おう。2位は使って当たんない、ガードする。ジャンシー欲張りはしない、完璧、すごい。あー、ガードして安いが、安いが画面足を押し込んでいく。結局画面足を背負っていく。同じこと、ジャンシーが光るガオ、しっかりできている。 4D はしない、ゲージがなかった。投げて、さあ読み合おう。 2B、 4D に下がったわ、安い。ジャインが下がって 1,2、 いやフリップ、ジャンビー立ち火足から逃げてリスクをカットしていく。ジャインが下がるが勝ち確逃す。ジャイン2、完璧、このリスクカットがうまい。ジャインは足から逆でジャンビーカウンターからバース使わせる。献身投げて、総裁はしっかり対策してゲーダン、できるか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 、できない。上げてフリップはしないで落としていく。画面足を壊して裏、しっかりガードする。これはできる。四季しか邪魔で、キラーがうまく動けない。竜巻から総裁投げ、うまい、うまい、これは勝ち確、うっそー。終始ユージ君のターンでした。いやー、これがねフリーダム結界っつってね。勝ち確を3回ぐらい逃して、相手にね二度と勝てないって思わせてくださいね。心を折っていくね。一番の取られたけど、間違いなくフリーダムさんの勝ちだった。さあ、大将戦。心を折るには十分な回数だったね。うん、いいよ。はい、あとね、はい、運営の方からお知らせです。一応、他の台、もう開放しておりますんでね、もしよかったらすいません、はい、お願いします。というわけで、まあ、B 筐体は、まあ、あれかなとして、まあ、いいかな、公式でもないし。とりあえず、の試合 OK です。もう全部開放したんで。まあ、こんなに面白い試合ばっかだからね、見たいってのもしょうがないと思う。さあ、一匹側、
キャンディーさん、あ、違う、間違えた、すいません、間違えた、大雑把で間違えた、ポンさんのダウンウェッジユーファイル、これは半額リピーガーはみんなご存知、ブレインテッド、自分の巣に敵を引っ込んでは変な映画を見せてくる、あのブレインテッド。しかし気づいたら体力がやばい、猫魂からしっかりコンボにつないで、いや読み合おう、読み合いなかった、これは投げて長剣でフィニッシュ。ここの辺がね、根性値がね、壇上たるゆえんですからね。さあ総裁からとりあえず4割、総裁裏側総裁したが、ジャンビー 6B コンボがコードが怪しいと見てエリアで持ってたが締めらんない。ポンさんこれはバンカー、 A かな B かな、どっちでもいいや。表さあ総裁コマ投げを狙ってくるか、これはコンボをしっかり完走すれば死んでしまう、これは有事病、フリーダム病、相手に何回も敗北を味わわせる。ストレートですね、ストレートで2回戦3回ブロック決勝で駒を進めたのはブレインテッド院長ペア。まあ順番的に次こっちかな、あでもこれやってたのか、じゃあこっちからやろうか、うん、アーチャーさん、しおりやん、アーチャーさん、しおりやんさん、しおりやん、あ、塩い？塩いやん。レッサ先生、村勇者。そうだ、シロリアさんの、そっちかと思って。はい、レッサ先生。おう。え、白いやん。新しい。え、どういうチームなの？村勇者？だよね。塩いやん。そう、アーチャーさん。新しいで。じゃあ、筐体選んで。で、先生、筐体はそっち。じゃあ、どっちが先出るかだけ。配信上の理由で、一匹側に座るのは、村井勇者ことマギさん。マギ原コーチですね。ジェイさん、動画映えうまい。帰っていいよって言われる。あ、いいよ、あと何分、数秒、今終わった、あ、じゃあもうちょっと待ってください、配信が始まった瞬間に押してもらいます、レッサ先生がゴーサイン出すんで、休日ですからね、枠混んでますからね、ちょっとお手数をおかけして申し訳ない。あと、まあ、全部最短でやって1,2,3,4,5,6,3 決やって7か、余裕で終わるね。はい、どうぞ、この枠以内に終わるまであるね。アルカナ舐めるなよ。アルカナ瞬きしてたら終わってたからザラだからね。さあ2ピー側、アーチャーさんのカムイ、さあ新コンボから5割強を持ってくる、甲府で弾を跳ね返して自分の弾が返ってくる、こっちもワンコンボ返す、立ち火からゲージを使って西締めじゃないダメージを取っていく、バックステにパイルが刺さんなくて時だったが、テンサがきれいに刺さる、 2B からのハバキ、裏側カウンターがノーゲージで4割持ってく、これはヘル、あ、立っちゃった、立っちゃった、バーサス重ねない、殺されてしまう、
ー抜けられない。何何が当たった。早すぎて見えなかった。とりあえずマギさんすごい速さで終わらせてきました。あのドヤ顔。いやちょっとアーチャーさん早すぎて対応できなかったっすね。ちょっとね、バックステイがちょっと機能しなかったってのが痛いですね。スタートボタン押さないと反応しないよ。全員さん置きっぱでいいよ。どうしました。あ、今 こっちやって、あ、今こっち連鎖だし連鎖になっちゃうからね。まあどっちが先やってもいいんですけど、まああと7回だからすぐ終わるでしょ。それ傾向から気持ち悪いね。毒々しいね。いやすごい、アンプ食らうとただ紫になるだけで、何色だろうが紫で。いや、カラー調整間違ってるみたいになってる。バリヘル。しかし、ゼニーさんはでエルダ戦が大得意いて、しかし、知らないいて、いて、カラーが悪いな、これコムニオが濃厚すぎて。やっと見始めて水を張る、終わられる。届かない。上詰め冷めたガスカル。あー知らなかった。さあ登りじゃないから、まずコンボを失敗していったのはゼンジさん。そして次コンボ見せていったのはレス先生。タスビが使ってジャイで締められる、締められる死なのに。終わり際にね、当たんなかったんだね。ちょうど運がいいや。さあ画面足軽く一発も当たってないで削れない。飛びがどうされる。本が読みたいだけ。裏でバート使わされるわ別先生。しかしお互い最終局面スカルあってクソ技だよ本当に。これよストレートです。レスト先生、村勇者ペア。はい、次。俺と、だるいさん。ウェンさん、引退心。引退心さん、ウェンさん。お願いします。お願いします。ははでは、ウェン・インタイシン対、ニット・ダルイ。先方は、インタイシンの、ナスナ。対するは、ダルイのバイス。さあ、トモソン系といえばランキングでもたびたび名前を目にするやつですね。さあ、ナズナは水のアルカナ。対する、ダルイは鏡。鏡強いですね。もうキャラパワーが、キャラパワーでアルカナパワーがにじみあふれる、今回、強アルカナ有力候補。開幕からボコボコと殴って、さあ、双剣してしまうとなかなか手がつけられない。護身総裁をしようとしたけどダメだった。勝利パーフェクト。さあ引退心一本取られて引退待ったなし。さあ惜しいから、さあ鏡強い、双剣してコンボ。さあ変なめくり方をしてゴロンゴロンゴロンと当たって人参植えてなし。
さあ飛ばしていく、ここでバースト、しかし呼んでる、これ赤いやつや、勝利受けるね、刺さって、さあダルイバイスの勝利。さあまあでもチームが勝てばもしかしたら引退しないかもしれないんで、さあここはウェンドロシーに期待がかかる。対するは皆さんおなじみ小岩の天才チンパンジーニットくん、カラーの選ぶ時の目押し、うん、ちょっと何言ってるかよくわかんないけどね。うん、まだ人の言葉に慣れてないんだがしょうがないね。さあ、引退心の引退を止められるか、ウェンドロシーが、さあ、小岩のこのマスコットプレイヤーといっても過言ではないでしょう。ニット君、さまざまな格ゲーで小岩の大会出てますね、ブレイブルとかでも。出てるが惜しいカウンターから、それだけ、おっと、とりがけコンボができる、めぐりから、さあ満月までしっかり決めて、さあ復旧せセーフ。ゼロシア使えるの、さあそれでもしっかりとラウンド取っていくニット君、ここはこちらまでフォロー。ウェンドロシーは結構厳しい状況に立たされている。1ラウンド目で、おっと、おーただやり込んでる、完全に今の5位カウンターから。エムロン、あれ実戦でやってる人は初めて見ましたね。さあ設置から裏回り、ここはガード、残りたいわずかだが、どうするこれ、なんとか崩したいが、雷茜を崩しに行くのは少々骨が折れるというか、触りに行くリスクがでかいので、あーっと、リミここは、しかし、バスを回さないガークだから、まだ残る、あーっと、5位総裁から EF5A! 差し込んで、ニットダルチームストレート。引退心、引退。じゃあ、それ反対ね。わら2012、てる、おるね。ごまし祭り、おるね。じゃあ、じゃんけんして。